装備配下、通常通信システムを SSCICU が分離距離で配列解決し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う、ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。We'll be right back.
前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除。不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。タイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
は昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。
下方向からの攻撃推奨退避。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。分かった。
海生命体にそんな知性が。ズビー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。敵機体の上腕部のコントロール弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。先制を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私も。